してました。コンサート、今月末のコンサートで使う映像を撮ってきました。いよいよだなって感じです。今日めっちゃ寒くない？なんか昼間も昨日も寒かったんだけど、昨日もう寒くて今日やばかった。今日帰り、さっき帰ってきたばっかなんですけど、もう帰りが寒すぎてやばかった。そう、昼と夜の温度差がやばくて、配信あってほしい、みんなに見てほしいなって思うところがいくつかあるので、そろそろ上着を買いたい。ダウンみたいな、白の、今白のダウン探しててずっと、なんかなかなか買いたいと思うやつが見つからない。26と28ってセットリ結構違う。なんかコンサートの感じが28と26ではだいぶ違うなって思います。からセットリもね、違うんじゃないですかもうね、頭が破裂しそうです最近は。なんかどれがどれだっけみたいななりますね。幕張もあったからさ、この間そっちともちょっと混ざるんですよ。だからもう幕張のことは思い出さなくていいので、立ち位置とかは完全に忘れて今回のにしないとと思うんですけど、なかなか忘れられなくて楽しみ楽しみにしてて、きっと嬉しいんだろうなって思うやつが今一個ある。まいちゃんのメールに赤あかりいった、本当嬉しいありがとうございます。まいちゃん、髪は何にも考えてないんですけど、だいたい前日くらいに考える。楽しみですね。なんかお祭りって感じがして、周年は大好きです。毎年この間のリセット公演であーちゃん可愛いってなりました。拍手嬉しい、ありがとうございます。ポニーテール確かにあんまりしないですねなんかレアですよ。ちゃんパチドラ一緒に出れて嬉しい。本当？私もずっとなんかメンバー見るたびに、そのなんだっけ、今日はこの人ですみたいなメンバー出るたびになんかまいちゃんちょっと探しちゃってたので、ツイッターでいつも着ない色のお洋服買ったって言ったけど SNS に載せてくれすると思いますよ。でも近いうちに見れると思うのでもう早く話したいよね。なんかね、最近いっぱい服を買っちゃうんですよ
そう、まいちゃん大好きですよ。そう、冬服が一番可愛くてお気に入りです。そろそろリセット行きたい？もうあとね、ちょっとですもんね。意外とワクチン打った副反応で休みの日に仕事をやってくれて感謝たまらない。本当さっきずっとやろうかな、でもどうしようかなみたいな、ちょっと迷っててやってよかった。今日メイクしてたの、珍しくね、ショールームではいつもさ、ショールームの時はあんまメイクしてること少ないんだけど、今日はしてたからなんかやろうかなと思って、早い時間ですがしちゃいました。でも今日朝起きたら右目が二重じゃなくて、いつも二重なんですけど、なんか目が腫れてた今日、なんでだろうと思いながら。理想の休日はちゃんと起きてお買い物したりご飯食べに行ったりすることかな。でも昨日はお出かけしたんですけど、なんか久しぶりにお出かけして足が疲れたなと思った。私足が疲れると左のふくらはぎがめっちゃ痛くなるんですよ。なんか均等に痛くなってほしい。左だけ痛いからなんか変な感じする。今日朝寒かった？なんか最近朝とさ夜寒いのに昼暑いからさ、なんか朝の気温でさ、朝とか夜の気温で寒いから上着持ってこうと思うじゃないですか。でも昼間は暑いんだよね。 MC でのアイチーとの絡み面白くてよき、本当？なんかアイチーと仲良くなったからなんかちょっといじっちゃうでもなんかアイチーもなんかあのまんざらでもなさそうだし、この間あかりさんにいじられるの嬉しいみたいな言ってたから、本当嬉しいと思ってリセット惜しかったね。見えとったよちゃんと。アイチーがそうやって言ってくれるから常日頃からアイチーを観察してしまうんですよね。そう、みんなの思ってる以上にきっと仲いいですよ意外とあの話すんですよ。あとパズドラの着替え場所が隣だから着替えながら話したりとかめっちゃする。みんなが意外と知らない仲良しさんいっぱい言うと思うからね、よく誰々と仲良くてみたいな言ったらびっくりされる時あるんですけど、でも自分はさいっぱい話してるからなんか驚かれるの不思議だなって結構思うのよ。愛知はそう年上ですね、2つ3つくらい年上だった気がします。喋り方変わった芸人になった今はランナーですから彼女は。あのすいませんみたいな、やばいっすみたいな、愛知って喋り方がなんとかっすみたいな、部活の感じの喋り方する、なんとかですみたいな、すみたいな。そうっすよねみたいな言っててなんか本当に面白くて大好き。私は最近愛知のあのランニングマシンで走ってる動画をツイッターに載っけてると思うんですけど、それが結構好きです。カレンちゃんとなんかまだあんま深くは話したことない、ちょっとならある。でも足長いですよねマジで。なんかねねさんが言ってたんだけど、
カレンちゃんがリットチャームの衣装、ミナちゃんの衣装、ズボンの丈を詰めないでそのまま履けたって聞いてびっくりした。志望校合格した、おめでとう、よかった。ごく普通のアイドルの日常好きやけどな。 TikTok ね、あれ全部見てた私も。そう、毎日大好きだからさ見ちゃうんだよね。はなさんとのエピソードはこの間ねパジャドラ出た時に久しぶりだったのよ、はなさんと出たのが。で私がはなさんになんか久しぶりですねって思ったーっていう話をしてたのと、あとなんだっけな、私が話してる話、何の話をしてたか忘れたんですけど、メイクさんと話してる時になんかはなさんがちょくちょく入ってきてくれたりとか、はなさんいるの嬉しかった、めっちゃ仲良しです。あといつも君どこでねこうやってテレッテッテッテンって終わるとこがあるんだけど、あの花さんが前にいるの、こうやって肩に手を置くんだけど、いつもパシッって上からやってる。海ほたる行ったことないかも。なんか今ね観光地とか行きたくて。海ほたる行ったことない。あ、これさ今調べたんだけどさ、なんか行ってみたいなと思ってさ保存してた場所だった。なんか行きたい場所をねよくインスタでめっちゃ保存しちゃうんですよ。それに多分入ってる、見たことあった、いいな。スタバの新作のイチゴのやつどこ行っても売り切れなの？飲みたいのにさ、今度飲もうと思ってさ計画まで立ててたのに売り切れてたらちょっと悲しいな。23のリセットも投げた？もう嬉しい、いっぱいありがとう。なんか今日前髪長いんだけど、え待って、昨日私朝に前髪切ったんだけどさ昨日朝に前髪切ったんだけど、なこちゃんは最近あかりって呼んでくれるの嬉しい。私が呼んでくださいって言った。で村重さんの写真集も本当にお顔が可愛くて、なんかめくればめくるほど可愛い顔ばっか出てきて、もう本当になんか感情が忙しい。え可愛い、こっちも可愛い、えこっちもみたいな感じになる。めっちゃクリームブリュレのやつ飲んだ。え、そんなのあるの？あのホットとかかな。ココちゃん昨日4軒スタバもあったけど、どこも頑張りね、4軒もスタバもある元気があるの羨ましいな。切ったんだよね、ほんのちょっと。あ、なんかさ、そのカスタムなんかで見た気がする。ツイッターかな。28楽しみにしててください。さやかも、ああれ沖縄のやつね、4軒もあってたの。あれ飲みたかった、沖縄のやつ。私何飲んだっけ、あ、ほうじ茶飲んだ。ほうじ茶好きなのでスタバの。福岡のお話し会楽しかった、おー嬉しい、私も楽しかった、遠くからありがとう来てくれて。紙ストローってプラスストローと変えれるのかしらと思うよ、言ったらもらえるんじゃない。でもなんか私は言うのが申し訳なくてなかなか言えないんですよね。好きなおにぎりの具はなんだろうね、でも最近はあれが好きなんですよ、ネギトロ巻きみたいなやつか梅、でもシンプルに梅が好きです。
岡に来てたの？ほう。そう、なんか私もあまり紙ストローは得意じゃないんだけど、でもなんか言うの申し訳ないなって思うからあんま言えない。こういうことよくあります。前髪が長いな、なんか切っても切っても長くてさ、うっとうしいな本当に。終電で撮ってほしいとこ早く教えて。うん、あそこと、あーなん、ま、あのあそこだなみたいな。あそこだなみたいな感じ。学校終わりに見れて、うん、お疲れ様。スヌーピーミュージアム行って、あかりちゃんがインスタのスターポーズ真似だった。可愛くない？スヌーピーミュージアムめっちゃ好き。みんなワクチン打ったんだ、なんか最近。まあ流行ってきてるもんね。お眉毛はできないよ。なんかお眉毛似合う顔ってあるよね。いいなぁ。HKT 劇場の近くに今いるの？ってことは桃地浜の方にいるのね。と居場所ばらしてしまったね。周年コンサートまでさ、みんなね体調崩さずにねしたいですよね。ぜひ見せてください、私の写真。私でよければなんか参考になるかな。どうだろう。あ、昨日じゃない、この間、いや嘘、わかんない。忘れたわ。なんかインスタの写真撮ったの、だいぶいっぱい撮ったから、もうまあ徐々に更新していきます。待っててください。でもなんか一気にいっぱい撮ったから、なんか どれを上げてって、どれをあげてっていう、そのなんか整理がつかなくて、写真何から載っけてこうかなって思いながら考えておりますけど、でも博多駅のイルミネーション始まってたからね、写真撮ったんよ。なんだかん何気に去年あんま写真撮れなくて、今年はちゃんと撮れたから、待っていてください。でもいっぱいね、行きたいイルミネーションあるんですよ。でもあの東京とかだから、青の洞窟とか恵比寿ガーデンプレイスとか六本木ヒルズのあのこの道あるじゃないですか、あそこのイルミネーションが見てみたいんですよ。あと横浜の赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットも行きたい。マグマでそのすぐ札伝えようと思うわ。じゃあ絶対ね、クリスマスマーケットカットリンゴ飴とチーズケーキをさ、そんリンゴ飴あんの？なんかちょっとだけ見たけど、でもご飯は見れてなくて雑貨だけちょっと見て帰っちゃった。青の洞窟なんか2年ぶりくらいなんでしょ、やばくない？みんなぜひ行ってみてください。私の代わりに。なんか横浜の赤レンガ倉庫のやつはなんか友達が行ってて見ていいなって思った。え、びっくりした、テレビつけたでしょ絶対。テレビつけたでしょ。びっくりした。ママがテレビをつけました。まあそういうこともありますよ。 YouTube 見ようとしたでしょ。スピーカーになってる。あ、さっき音楽聞いてたもんね。クリスマスと年末東京だからイルミネーション、撮ってきて。そう、隣に母親いるのよ今。 Bluetooth のスピーカーと携帯がつながってたらしい。
何の映像を見てたのかは分かりません。福袋は買いません。怖いです。なんか望んでないものが入ってた時え、本当の母ですよ。かりちゃんのアクスタ持って行ってこようかな。え、行ってきて。ヒルミ見てくるわ。いいな。私あと読売ランドも行きたい。読売ランドのイルミネーションも行きたいし、あとどこだっけ、なんか結構ね調べてメモに書いたんだよね。本当の母ですよ。何か怪しいですか。わかる。ベイブリッジさ見えるのちょっといいよね。あとレインボーブリッジもいいよね。ママエピソードほっこりする。仲良しです。よく仲いいねって言われます。あー、わかる。なんか近所にさイルミネーションに力入れてるさお家あるよね。私もよくさ、なんか地元に帰った時にね思うのが、なんか車でねお出かけしてる時になんかこう住宅街通るじゃないですか。なんか一軒だけさ、あの、なんて言えばいいの？めっちゃ家のさ周りにイルミネーションつけてクリスマスツリーやってみたいなやってるお家絶対いません？読売ランドロープウェイチケットが片道なの知らんくて立ち往生したことある。マジで？ロープウェイあるんや。電気代やばそう。それは考えちゃダメよ。すごいよね、イルミネーションすごいなと思いながらいつもねそのお家を見て、毎年その人の家がクリスマスになるたびに、あ、12月になるんやなって感じ。あるよね。誰か HKT でそういうさやつやってたメンバーいないのかな。あ、そう、サンタが登ってるんですよイルミネーションで。そう、クリスマスマーケット1ヶ月くらいやってるかな。だから福岡に来た際にはぜひ遊びに行ってみてください。隣の家がやってるのね。隣の家がさやってたらどういう感じなんですか。なんか自分の家になんか影響あるんですかね。光がめっちゃ来るみたいな。あー、確かにハロウィンの時とかもね、イルミネーションの対決みたいになってるの。競うとこ絶対違うでしょ。コップ、クリスマスマーケット、なんか今年は買おうって話をしてます。トヨさんがトヨナちゃん呼びしてほしいみたいだね。そうなの。なんか最近アキちゃんって言っちゃうけど、でもトヨさんってやっぱ言うの。ハーステンボスイルミネーションめっちゃ綺麗だった。点灯式でしょ、めっちゃ綺麗だった。なんか感動した。一面がなんかイルミネーションてか、あのお城なんていう面ですか。私たちがハーステンボスアンバサダー就任式でした。あのお城の前がめっちゃ綺麗でびっくりした。あ、そう、天神のマグカップのデザインがめっちゃ好きで欲しいなと思うんだよね。でも私ね、最近気がついたの、お酒の匂いが苦手ってことに気がついて、だから行きたいんだけど、こうホットワインとか大人は飲むじゃないですか、で売ってるじゃないですか。でその匂いが苦手だから行けないなって思っちゃったの。この間博多駅を通りかかってちょっとワインの匂いがしただけでなんか気持ち悪いってなっちゃったから、
当になんか行きたいんだけど、行きたいんだけど匂いだけでちょっと無理だなと思ったからね。そう、ビールとかのさ匂いとかも苦手なのかな。それで言ったらわかんない、ホットワインが強いんですか。大人の方教えてくださいまだ飲めないので。そう、匂いだけで結構厳しかったです。でも夜の暗い方が可愛いから、景色がだから、うん、でもなんかこの間そのね、匂いが苦手って話をしたのですよ、さえちゃんに。でなんかお酒の匂いが苦手だから、なんか将来お酒全然飲めなさそうみたいな話をしたら、でもなんか苦手でも飲める人がいるよみたいな教えてもらったから、なんか不思議だなと思った。そう、でも本当にね、最近の苦手なものを見つけました。人多くて10秒で退散する、わかる。なんかさ、人混みあんま得意じゃなくてさ、温めると匂い強くなんですか。すごい。甘酒は好きだけど、あ、なんかみんな言う匂いとかもあるよね。人混み、うん、苦手です。でもなんか自分が本当に行きたいと思った人混みは行けるみたいな、なんかディズニーとか行きたいな、でも人多いな、でも行けるみたいなのはある。あ、人酔いするってありますよね、よく。人酔いはねしなくなりました。そう、好きが勝っていけるんですよ。そっか、劇場のねロビーもさ、今までは今までよりもさ入るお客さんが増えたらあれですよね、ロビーが狭く感じそう。新宿駅めっちゃ難しいですよね、何回行ってももう慣れないのよ本当。あれはもうなんかルミネが、ルミネ1ルミネ2ルミネエストってあって、もうどこに何のお店があるかもう分からなさすぎてさ、なんか迷子になるんですけど、本当に迷うの。なんかこの間新宿でお買い物した時にね、実家帰った時にもう本当に難しすぎて頭抱えました。本当渋谷はね慣れてきたのよ、でもね新宿だけは本当に分かんない。なんか一番さ大きいよね、新宿がなんか人の、なんて言えばいいの、出入りって言うんですか、出入りじゃないね、なんかこう人が降りる人数が多いんだってテレビで見た。あ、そう、エストで服は見ます。そしたら知り合いに会ったんですよ、そう。なんかね東京とかってどこの時間帯で電車乗ってもさ座れないことの方が多いじゃないですか。東京駅はあんま行かないかな、新幹線乗らないから。そう、
昨日渋谷行ったの？人多かった？どうだろう平日って。でもいっぱい難しい駅ありますよね。なんか難しいなと思って行ってもなんかなんとかなるっていうことに気がついて一人でお出かけできるようになったんですよなんか人に聞けばなんとかなると思って、駅員さんとかなんか分かんなくなってここどこですかとかは聞ける。人見知りだけどそれはできる。いいな。一応行ったの？行きたいな。あ、横浜も大きいよね。大阪もさ、なんか難しかった。大阪がなんか難しくて、梅田だっけ、梅田とさ大阪駅って近くない？大阪と梅田だっけ近いのって。なんかめっちゃ近い駅ありませんでした？歩いてたらなんかさ、もうここなのみたいななって、あの歩きながらびっくりした。なんかさ、大阪梅田かなとめっちゃ駅が近くてさ、歩きながらびっくりしちゃったのよ。でもこれは何なのみたいな思いながら歩いた。なんか大阪のツアー行った時に前日にね時間があったから、さやかとあの散策したんですよね。大阪を歩いて、大阪歩いて、なんだっけあれ、なんかタワー登ってだるま食べてっていう、本当になんかちょっとの時間だったけど観光客みたいなことしました。ちゃんと違うの、通天閣じゃないの、なんだっけあのさあ大阪の行ったやつなんだっけ、思い出せない、なんだっけ、違うのや、通天閣じゃないの、アベノハルカスでもないの、なんだっけ、もう忘れました。なんかなんだっけな、アベノハルカスなの、違う、そんな名前じゃなかった、違う、わかんない、ちょっと待ってね。あ、スカイミルだ、そう、みんな、正解、スカイミルだ、ピンポーン、スカイミルです、それだ。もう今モヤモヤが晴れました。とってもありがとうございます。それに登りましたよ、さやかと。めっちゃね歩いてね楽しかったんです。はあ、すっきりした。だいぶモヤモヤが晴れましたよ。じゃあそろそろランキング読みますね。13位がパクチーさん、12位ブランさん、11位あやちゃん、10位タカタツカズさん、9位マサハルさん、8位がバニラアイスさん、7位がゼンさん、6位がタクトさん、5位がチーズちゃん、4位がタケちゃん、3位がタカさん、2位がシンさん、1位がオーディーさん、ありがとうございました。じゃあ皆さん、急遽だったんですけど見てくれてありがとうございました。またします、明日とかありがとう。